ソ連運輸通信省へ向けて、コロムナ工場が試作した旅客用電気式ディーゼル機関車。6000馬力という高出力での高速運転を目的に製造され、ディーゼル機関車における世界最速記録を有する。1973年以降、ソ連国鉄では 4000HP という高出力の TEP70 系の製造が実施されていたが、 同時に、さらなる高出力の機関車の模索も行われ、1977年に出力を 6000HP に引き上げた、テップ75系の試作が行われた。しかし、テップ70型と同じ軸配置 COCO CO では、エンジンの強化などに伴う重量の増加により、車輪から線路にかかる負荷も増加し、バラストなど線路状態を悪化させる危険性があった。 それを解決するために大幅な設計変更を行ったのがテップ80系である。テップ70型やテップ75型に類似した外見の車体を有し、屋根にはエアフィルターや電気ブレーキが搭載されているほか、修理の際に車内に設置された機器のメンテナンスを容易にするため取り外しが可能となっている。台車は2つのボギー台車が共通のフレームによってながった。 軸配置ボボの車輪セットを車体前後に2箇所設置した構造になっており、車体全体の軸配置はプラスとなっている。これにより、各車輪から線路にかかる荷重を減少させている。一方、車両の全長は 24,400mm に増加している。営業時の最高速度は時速 160km を想定していたが、時速 200km を出すことも考慮した設計と、 なっている。各車軸には、出力5 6 9キロワットの ED-121 ベル型電動機が取り付けられており、出力 6000HP の20気筒 V 型4ストローク機関の 1D49 系、ディーゼルエンジンから2から 10G 型交流発電機を経て稼働する。ディーゼルエンジンはターボチャージャーによる二段式下級方式を用いる。これらの機器は、 マイクロプロセッサ技術を用いた自動監視システムによって管理されている。1988年から1989年の間に2両が製造され、そのうちテップ80から0001は同年に開催された国際鉄道輸送博覧会で展示が行われた。そして翌年の1990年から試験運転が開始され、最高速度時速 160km での 運転時でも線路への負荷が小さく技術的欲求を完全に満たすことが確認された。1991年12月のソビエト連邦の崩壊によってその後の研究は困難になったものの以降も高速鉄道技術の確立に向けた技術研究へ用いられた。そして1993年10月5日、コロムナ工場で歯車比を2.03という高速仕様に 変更したテップ80から0002を用いた試験運転の中で最高速度時速 271km という記録を達成した。これはソ連時代に製造されたディーゼル機関車の中で最速記録であるだけではなく、1987年にイギリスのインターシティ125が達成した時速 238km を抜くディーゼル機関車史上最速記録であった。 試験終了後も2両とも現存しており、テップ80から0001は、ノボシビルスクの鉄道博物館に、テップ80から0002は、サンクトペテルブルクの10月鉄道博物館に、生体保存されている。ありがとうございます。